鳥っていうのはおしどり夫婦っつって、だいたい3分の2が不倫なんですね。それはどうしてかっていう研究が行われて、結婚するのが、まあ、まともな人生を歩く一つの条件になる。じゃあ次ですね、結婚です。50代後半女性がですね、はい、まあ、娘さん現在27歳になる会社員で、結婚のことでね相談がありますと。去年から、まあ、婚活始めて結婚相談所に入会したりとかしてですね、まだ相手が見つかっていないと、最近娘がね少し疲れているようで、娘は子供が好きで、20代のうちに1人は子供を出産したいというふうに思っていたんですけども、まあ、結局芳しくね、結果になっていない。私も主人もですね、結婚がしなくても子供がいなくても娘が幸せならそれでいいと思っていますが、頑張って婚活している娘に今後結婚についてどんなアドバイスをしたらよいでしょうかという、まあ、ご質問ですね。結婚はどうか。私はまあ50から結婚の見合いのお世話をして、はい、まあ、今月の18日も最初予定があったんですが、ちょっと片方のコロナで流れちゃったんですけども、まあ継続的にやってるんですけどね。やっぱり人間は結婚して初めて、ここをお聞きになってる方は結婚してなかったりいろいろすると思うんですが、まあそういうこととは関係なく言いますとね、やっぱり結婚するのが、まあ、まともな人生を歩く一つの条件になる。だから独身がどうってことはありません。これはちょっとよく言っとかなきゃいけません。それから結婚したから子供が生まれるとも限りません。だけど人生はですね、結婚して子供ができてもできなくても一応一回それを経験する、もしくはうまくいく場合もあるっていうのが非常に重要だと。それはですね、オスとメスができていろんな、その何ていうか、進化をしてきて、形をとって、今になっていてですね、成功したからこそ、このほとんどの生物が両性生殖なんですね。お互いに少し欠けたところもある。意見も考えも違う。だけど、それを乗り越えても、二人の方がいいっていうか、家庭を持った方がいいっていうことがやっぱあるわけですね。もうこれは落語みたいなことを持ち出してもいいんですけども、まあそうなる。わけですよね。それからその中でもちろん運が悪かったりすることはあるわけですよ。例えばまあ極端に言えば、ご結婚されてしばらく経っても片方が不幸にしてお亡くなりになるってこともあるし、もちろん子供ができないなんて普通に起こることですので、まあそういうことはあるんだけども、やはりそれは人生にとって普通に必要だというふうに私は思いますね。いろんなことを見てもですね。だから例えばまあ極端なことを申しますが、まあこのせっかくこれに入っておられていろいろ知識もつけられて、僕はもちろんここに入っておられる方はそういうふうに思っておられると思うんですけども、私の言った通りではなくて、私が言ったことを参考にして自分の人生をっていうのが一番正しいんだよね。その意味で言いますので、ちょっと誤解しないようにしてほしいんですが、はい、鳥っていうのはおしどり夫婦っつって、それで本当に離婚っていうのは絶対ないわけですね。しかもメスが卵を産んだ後はオスが交互に温める。外見上非常にこう仲は睦まじく見えるんです。ただ昔は DNA 鑑定ができなかったんですが、現在では DNA 鑑定ができて、鳥の卵の両親の子供かという研究をしてみたところ、だいたい3分の2が不倫なんですね。それもメスの不倫なんですね。それはどうしてかっていう研究が行われて、実はその鳥の夫婦をまともに運営するためにはメスが若干不倫した方が正しいっていう今結論になってるんですよ。これを僕はなんでこんな突拍子のないこと言うかというとですね、人間の頭で考えることっていうのはね、それほど全部を考えられないんですよ。ですから人間の頭で考えて結婚するべきかとか、結婚した後いろんな他との男女のこともあるからとかいうことを考えてもですよ、考えてある結論に達するとしますよ。それで僕はその時にこの鳥ってのはこんなんだよなんて言うとね、えっていうことになることが多いわけです。つまり、まあ、鳥ともちろん人間とは一緒じゃありませんが、人間の頭の限界っていうのが非常に狭いんですよ。鳥のその仲睦まじく見える夫婦の卵の3分の2が不倫、3分の2が不倫である、うん、3分の2が不倫なんですね。ひどいのは 95% なんてありますからねそういうことを聞くとね、やっぱりそれまで自分が考えてた根拠が必ずしも万全じゃなかったってことが分かるんですね。で、私はね、よく人間の知恵っていうのは限りがあるんで、ある程度まで自分の頭で考え抜くことは必要だけど、だけどやはりみんながどういうふうにやってきたかっていうことを相当重く考えなきゃいけないっていうのが、僕はもう
割と小さい頃からそうですね、まあ、高校はどうだとかね、大学ぐらいになったらそういう考えです。ですから自分の頭の限界っていうのを考えますと、やっぱり波の行動、まあお釈迦様で言えば中庸ってことなんですけども、それが非常に大切だっていうことがまずあるんですね。だからその今のご夫婦の考えは非常に正しいと私は思います。だからもう一つね、子供はね、やっぱり25まで女性は産んでほしいんですよ。それはですね、それは全く社会情勢と違うんですね。その社会情勢と女性の体っていうのは一致しないんですよ。まあ少しはずれるんですね。昔はだいたい40代の最初、40から45で閉経がありましたけど、今50過ぎてからの閉経って多いわけですね。それはやっぱり栄養状態とか、それから寿命の伸びっていうのは関係してるんですけど、だからまあ25っていうのが27ぐらいまであるかなっていう気がするんですが、やっぱり女性の体っていうのは若い頃産むっていうことが非常に重要なんですね。それによってこう体が順調になって、でまあ、次の子供を産むなんかの時も、まあ、正常な形で産めるわけですね。ですからその人間、特に女性の場合は卵子は胎児の時にできますから、卵子を放射線だとか、放射線とかまあ紫外線というか太陽の、ね、紫外線だとか、たまに悪いものを食べたりすることによって卵子が傷ついていくわけですね。で平均的には卵子は36歳ぐらいで傷ついてきて、その後若干血管のある子供が生まれるようになるんですけども、まあ、そういうものの防御もですね、やっぱり一人子供を産んでるのとだいぶ違うわけですね。これはお酒飲むときに最初からウイスキーを飲むと喉頭がんになる可能性が非常に高いんですけど、ビール飲んだり日本酒飲んだりして、だいたい2時間ぐらい経ってウイスキーなんか飲むと喉頭がんがもう著しく少ない。それはなぜかっていうと、体がですね、アルコールを飲むことによって、でこれを純化って言ってもちゃんとした証明もあるんですよ、うん、馬辺にこう川みたいな字書くね、純化、化が科学の化ですね、はい、この純化っていう、活動が非常に盛んなんです。それはその自然界の中で生きていくときに、寒くなったらだんだん寒さを我々も経験しますが、冬の初めは寒いけど、冬の真夏になると同じ気温でもそれほど寒く感じない、これも循化なんですね。でその循化っていうことは必ず行われるので、やっぱ子供を産まなければやっぱりその循化がその遅れるんですよね。だからまあ非常に道徳的なことを別にして言うとですよ、若い頃早くやれっていう感じなの。それで、その研究も行われとって、どのくらいまで行けば、何ヶ月まで行けば、循化というその作用が来るかと、大体4、5ヶ月と言われてるんです。妊娠4、5ヶ月。ですから、妊娠4、5ヶ月で不幸にして、流産してしまったっていうのは人もですね、やっぱり循化の効果は出るんですね。そういう点から言いますと、やっぱり私は、20代で結婚して、とりあえず子供を産んどくと、たとえそれが、何ですかね、20代で結婚して離婚になるのと、それから婚期を遅らすのと、どっちがいいかというとね、僕の全く個人的見解ですが、20代で結婚して離婚になった方がいいと思います。早い方がいい。それはもうそっちの方が人間らしい人生を送ることができるというふうに思いますね。じゃあまあ娘さんがね、はい、まあ、結婚したいっていうのは正常な思いでですね、 はい、それを応援してあげるのが一番いいということですね。それで僕は長い間もう27年間もお見合いの世話をしてきてるんですが、あまりに世間の年寄りが若い人の結婚に対して冷たいですよ。ああ、そうですか。はい。もっともっと積極的にね、その結婚っていうのは非常に難しくて、なんていうか、生活も一緒、似てなきゃいけない、その性格、生活、いろんなことがもう山ほど条件があるんですよ。だからそれが合う人を見つけるっつったらね、相当みんなが気をつけてて、それで未婚の人をなんか自分として、世話してあげたい。それで、ね、世話するとね、逆恨みされるようなこととすらあるんです。で僕も何回もあるんですよ。なんであんな人を紹介してくれたら、いや、まあ、僕としてはいいと思ったんだけど、こういう時もあるんで、その、もうね、周囲で僕を見てる人が、あんな馬鹿らしいことしない方がいいっていうのは言われることあるんですけど、やっぱりそれもやっぱり克服して、僕はやっぱり世話をしてあげた方がいいと思いますね。わかりました。じゃあまあぜひね、娘さん応援していただければと思います。はい、はい、そうです。はい。